どうも、アイアス 120% 男、ブスジマです。新設猟奇の折、実況プレイやっていきたいと思います。はい、ということで、今、トリミング室ということはどうか。プニプニでございます。しかも、夜でございます。しかも、ソーセージのイベントの後でございます。まあ、ノブクちゃんいるかなということで、さあ、やってまいりましたよ、ここ。ね。いやー、来ちゃいましたね。とりあえず行ってみましょうか。エーサがペットサロンを覗き込むと、信子の細い背中と懸命な横顔が目に飛び込んできた。何してるのかな？信子の手元から所々に染まった白い物体が見え隠れしている。骨？少なくとも A 作にはそう見えた。信子はその白い物体を髪の子たわしのようなものでゴシゴシとこすり、血のりを削ぎ落としているようだ。骨を洗っているのか、やっぱり。 A 作は信子の行動をしばらくの間息を、潜めて観察していた。信子はその間数本の大きな骨を磨き上げたようだった。かなりでかい骨もあるな。まさか失踪した人間のもんじゃないだろうな。しかし信子の手にしているものが何かの骨格だとしたら、エンジン類や子馬等の哺乳類のものとしか思えないほどに大きなものだった。間違っても犬猫の類ではない。やはりここは調べてみるべきか。ここはここっていや、もう少し様子を見るっていうのがいいんだろうけど、俺は真相が知りたい。何をしてるのか聞いてやろうじゃねえか。こんなビビってたらしょうがねえ。行きましょう。エーサクは意を決し、信子の背中を叩いた。何やってんの、信子ちゃん。エーサクの突然出現に驚いたのか、信子は心身ともに3センチほど飛び上がった。やっぱりいいな、この足がいいね。やっぱね、可愛い、信子ちゃん。君、どうしたの？いや、何やってんのかなと思って。いや、前もさ、ペットショップでなんか猫じゃらし使って最初なんかよからないことやってたでしょ。うん、何かなと思って。いや、たまたま帰ろうと思ったらのぶこちゃんがいるみたいだったから。それよりのぶこちゃん、何やってんの？エーサーが流し台を覗き込むと、血の海の中に白い骨が浮かんでいる。鉄のような血液の匂いがエーサーの鼻孔を刺激し、一瞬軽い吐き気を催した。何これ？骨格標本を作るの。なるほど。ちょっとしたアルバイトなんだ。何と思ってんだよ、うん？知り合いの獣医さんに獣医になりたいって話をしたら、大学の先生を紹介してくれて、それでちょっとでも勉強になるだろうからって。なるほどね。いや、いいのかよ、こんなところやってて。信子の額に汗が吹き出している。へえ、それにしてもでかい骨だね。何の骨？大型の猿って聞いたけど。ほう、丸ごとあるんだ。頭蓋骨ってどれ？チラリの流し台の中を見ると、血の海の端に白いドーム状の物体が浮かんでいる。あれだね。ダメダメ。おー、なんだよ、焦ってんのが。うん、信子の悲鳴のような声が覗こもと乗り出した栄作の動作を制した。頭蓋骨はまだ洗ってないから。あ、えげつないってことか。この骨格洗ってどうするの？乾燥させてから表面をコーティングして鉄製のジョイントでつなげるの。なるほど。それよりこのことは誰にも言わないでほしいんだ。ほう。このことがバレると、僕。なるほど。いやー、ここはやっぱり、いやー、まあ信子ちゃんもう大人だってことだし、いや、でも俺はそういうよからぬことってしちゃいけないと思ってるんですよ、やっぱり。まあね、だから誰にも言わないよっていうのが ここはやっぱり男なんではないかと思いますので、まあとりあえず誰にも言わないよ。うん、あ、指が勝手に。へへ、どうしようかね。態度次第では考えてもいいかな。ここは口止めとしてねえ、信子お嬢さんよ。エーサが意地悪く言うと、信子の死体を舐めるように上下に視線を巡らせた。信子はエーサの意を汲み取ったかのように少しうつむくと、健康的に日焼けした頬をほんのりと赤らめてつぶやいた。
わかった。脱ぐとき恥ずかしいから、少しの間目をつぶってて。へへ、信子お嬢さん物分かりが良くて助かるぜ。いやーまあ信子ちゃんもう大人だってことだし。親切、病気の折。英作は入れられるままに目を閉じる。聴覚だけは敏感で、前方で信子が動き、服の擦れる音が鮮明に聞き取れた。もういいよ。お？お、何？ああ、次の瞬間、鈍い音とともに喉元に氷を巻かれたような寒気が走った。え、え？急に視界が狭くなり、そのまま前のめりにドーッと倒れた。声を上げようとすると、喉元からヒューヒューと虚しい風音がするだけであった。風音に混じってジャバジャバと水の弾ける音もする。前の目に倒れた胸元から生温かさを感じる。その懐かしいような温かさは徐々に範囲を広げ、英作を優しく包んでいった。この BGM いいな。またどうやら英作自身の血液が滝のように喉から吹き出して床を鮮やかに赤に染めているらしい。英作は理解した。自分は信子に喉をかき切られたのだと。出血たるようによる寒気と頭痛が英作を襲い出し、手足がひくひくと痙攣しているのがまるで他人事のような感覚が伝わってくる。全てが遠い世界の出来事のように感じ始めた時、聞き覚えのあることが聴覚最後の働きとして英作の意思に伝えられた。君が悪いんだからね。言葉の意味を考える動きも止まり、その言葉は最後に記憶としてだけ英作の脳に束の間の時間とどまるだけだった。そして数日後、英作は地下食品売り場で店頭に並んだ。グラム76円でございますね、合いびき肉ね。いやー特売セールということでね、いやレジにて 5% 引き。いやこんなこと消費税 5% でしたからね、確かね。いや随分悲しげな BGM でございます。合格でございますよ、何か分かんねえけど。あらまあ、くっそ、どうしたことだ、どうしてこんなことになったんだ。それにしても俺って安いな。豚肉の合いびき 100g76 円、もうちょっと高くしてくれてもいいんじゃないのかな。隣の列には英作の大股の切り落としが、これもまた手頃な値段で陳列されている。おーやだな、大股の切り落としってすげえやだな。はあ、どうしてどうしてこんなになったんだろう。英作はため息を吐きかけてやか、ため息を吐くための唇はすでに見当たる位置にはない。どうして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 、いやスケベ根性出したからですね、これは。どうしててん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 。やがて英作は考えることすらやめた。そもそも考える脳すらすでにスープの出汁となり、原型をとどめて、原作よりかなりリアルに書かれてるなこれ。英作という答えはもはや存在しない。そして数日後にはその存在は身も知らずの誰かに血肉となって、この世が完璧に消滅するのである。この不条理な現実を英作は未来永劫を理解することはできなかっただろうな。はい、ということで、とんでもねえ終わりになりましたね。まあまあそういうことだ。あれ、あ、なんか夢を見ていたような気がしますね。いやなんだろう、最近ちょっとちょこちょこ気をね失うことがありまして、まあしょうがねえなといったところでございます。でここでまあとりあえずは、まあここでやっぱりね、信子ちゃんここやめてくれ、まあちょっと内緒にしてって言われて、ここは男らしくすっぱりと誰にも言わないよって一言、これから俺用事あるしね、まだね、うん、というわけでちょっと誰にも言わないでいてあげましょう、かわいそうだしね、やっぱりね。よし、誰にも言わないよと。分かってるって、たまにアルバイトもするよね、給料も高いわけじゃないし、このくらいしてもバチは当たらないよ信子ちゃん。英作の言葉に信子は安堵の表情を浮かべた。じゃ、俺はそろそろ帰るから。うん、お、じゃあね、俺まだ用事あんだよ。信子ちゃんも無理しないでね。英作がそう言うとペットサロンをアートにした。まあまあまあそういうことだ。はい、ということでね、まあ
11時か。じゃあちょっと鴨畑総合病院行ってみるか。まだか、あと1時間くらいあんな。まあとりあえずそうだね、ちょっと時間潰して、今度は特に何もないと思うから、まあとりあえずはまあちょっとうろうろしてみて、それ何もなかったら病院からスタートって感じに行くかね。そうしましょう。ずいぶん悲しげな BGM でございます。合格でございますよ。何かわかんねえけど。親切、病気の折。はい、ということで、ちょっと遅れてしまいましたが、23時15分ということで病院の前に来ました。夜の病院、それは昼間のそれとはまるで違う風貌を見せていたと。水銀灯の光に浮き上がった白い壁は、英作たちのいるこの世界を拒絶するかのように威圧的にそびえていたと。要塞にも燃える巨大な建築物を睨むように見上げる。すぐ近くの草むらから響く虫の音が夜明けに鮮明に鼓膜を震わす。おお、どうした、つつっと虫の音にカツカツと異音が混じる。足音だ。その数2人分。英作がゆっくりと振り向くと、細くしなやかなシルエットが目に浮かび込んできた。お待たせ、早速紹介するわ。これが今回のびっくりドッキリ秘密兵器よ。いやー、アキラさん、目的のために本当手段選ばないの大好きだ。こういうメス、いいな。ほら、やっぱり斉藤さんじゃん。斉藤さんじゃないですか。アキラの背後から乗りツッコミで現れたのは、制服をだらしなく着こなした斉藤であった。頭頂に乗せてあるだけの帽子の上からボリボリと頭をかき、やる気なさげにあくびを見せる。まっ全く冗談じゃねえよ。嬢ちゃんに呼び出されてみるわこんなところに連れてこられて絶対斉藤さんもやらせろよとか絶対言いそうだよな。俺仕事中なんだぜ。サボってるのが知れたら原稿になっちゃうよ原稿。全然気にしてないだろうな。斉藤本人も本気で言っていない。勤務態度に厳しい会社なら原稿どころか当の昔に解雇されているだろう。でもどうして。これからナースステーションに侵入して諸々のデータを盗むわ。おっと、もう泥棒ですね。ま、マジでやるの。でももし見つかったら、もちろん犯罪である。うん、だから斉藤さんを連れてきたのよこういう犯罪まがいのことについては斉藤さんが詳しいでしょ。これはね、まがいじゃなくて完全犯罪ですね、これね。正確には犯罪まがいではない、立派な犯罪である。まあそうだ、立派な犯罪って言葉もおかしいけどよ、まあ犯罪だわな。善良な牧地に対してなんて言い草でしょ。侵害だな全然そう思ってねえだろ斉藤の抗議をアキラフフッと一緒に、すると。まあ面白そうだからいいけどな。うん、やってやろうじゃねえか。いいね、好きだぜ。ジョーちゃんをパソコンの前に座らしゃいいんだろ。楽勝だよ、楽勝とんでもねえな。ええ、その言葉信用するわよ。じゃあ準備といきますか。ほうほう、何準備って。侵入のための衣装を持ってきた。二人ともこれに着替えな。ほう、そういうと斉藤は持参した紙袋を英作とアキラにそれで手渡した。アキラコクッとうなずくと近くの草むらへと消える。さあ俺たちはこっちだ、とっとと着替えて準備しよう。ほう、はい。英作は斉藤の言われるまま物陰に飛び込むと紙袋を開いた。これはゼロ日百貨店警備の制服、それに医療用の白衣じゃないですか。ああ、まず警備の服を着て、その上から白衣を羽織る。早くしろ。おお、なるほどね。はい。英作は言われるままに警備員の制服を着始めた。嬢ちゃんからこの話を聞いてからな、夕方に一度ここに下見に来たんだ。いやー、やることプロだな。斉藤さん、仕事はと問いかけた英作であったが、その言葉を喉元でとどめておく。幸いこの病院の内部に監視カメラはなかった。まあカメラで四六時中監視されてるようじゃ患者も気分悪いだろうからな。なるほどな。その代わりに正門や裏門といった出入り口にはバッチリ監視カメラが設置されてやがる。まあそりゃそうだろうな。この病院は警備会社と提携していて、警備員はすべて派遣だ。派遣警備っていうのは出入りが激しい。さらに
これだけの大病院となると医師やナースとの面識もさほどないだろう。まあだろうな。でかい会社になればなるほど全然わかんないもんな。だからここは医師に化けて買い出しから帰ったふりをして堂々と裏門から入る。ああ悪くない作戦だな。なるほど、そのための白衣ですね。次に院内に入ってからだ。今度逆に白衣を脱いで警備員になる。なるほど。医師やナースも警備員なら不審には思うまい。院内は暗いし遠目なら十分に騙せるだろう。だがあくまで見つからないようにするんだぞ。これはゼロ式の制服だ。色合いは同じだがここの制服と明らかに違う。パッと見だったら分かんねえな。それに本物の警備員には通用しないぞ。遠目でも一発でバレるからな。だな、間違いないな。同じように白衣の時に医師やナースに見つかるのはご法度だ。いいな。なるほどね。盲点ついていい作戦だけど、まあ本当にパッと見だけですね、これは。わかりました。見つかる見つからないの問題じゃなくて、こんな格好じゃ人前に出られないわよ。どういうことだよ。どういうことだ。明らかに不満の色素を含んだ叫びとともに着替え終わった明が草むらから現れた。うわ、すげえ。何？あら、ブス島マークですね、これね。いやいや、思わず感化の声を上げ、英作の目の前、草むらから出てきた明は白衣の天使のなす姿であった。ほう、これはこれは素晴らしいですね。いや、親切料金の売りやってよかったな、俺。いや、この斉藤さんの顔がまたいいですね。アキラ、そしてでかいね。やっぱり相変わらずね。いいじゃないの、これ。知的で無機質なメガネはいつもの通りだが、頭の上がちょこんと鎮座したナースキャップの愛らしさが、アキラのこうしたイメージを打ち崩す。メガネレンズの奥、常にクールを保っていた瞳に、明らかに不安と不満の周知のと、窮地の色が浮かんでいた。まるでプラスチック製ではないかと思っていたほどに、シミ一つなく透き通るような頬は、生物の血行を感じさせよう、桜色に染まっている。理由は明白。スカートが短いこと。まあ、私はほとんどなく、ミニスカートを通り越し、マイクロミニというものだ。わかめちゃんになってますね、これね。少しでも油断をすれば前からパンティが見えてしまうほど短いと。アキラは右手でスカートの裾へ下へ下へと引き下ろしたが、よろよろと内股で進み出してきた。スカートの、全部分を引き下げると逆にお尻がペロンと顔を出す。いいじゃねえか。いいな、これ。これ。いや、かわいいな、アキラさん、やっぱり。いいね。おー、なるほどね。今度は左手スカートを引き下ろすと前面がペロンとまくれ上がる。また右手で前を下げる。この永久循環を繰り返しながら、アキラは頬を桜色に染め、不満と呪いの言葉を吐いた。何なのよ、これってコスプレ用のナース服じゃない。こんなんじゃ遠目でも一発でバレるわよ。差異があるのはスカートの短さだけではない。異様に絞り込まれたウエストよりバストが強調され、アキラのしなやかに引き締まった目標のようなボディラインを浮き上がらせている。正直ボディコンのようなナース服ではなく、ナース服のようなボディコンと言えよ。ナースじゃなくて医師用の白衣はないの？白衣は。医師姿のアキラさんもそれはそれでいいかもな、などと心の中で思う英作であった。それは気づかなかったな、ジョーちゃん。女だからナース以外は思いもつかなかったよ。さすが斉藤さん、さすが。プルプルと拳を握りしめるアキラだったが、ここで討論を続けても、状況は変わるわけではない。今は貨物総合病院内に潜入することが重要である。アキラは渋々ながらこのピッチピチのナース服で潜入することを決意した。それにしても斉藤さんって多趣味ね。こんなプレイもするんだ。いや、男なんかいろいろするよ、こういうの。うん、しますね。むしろね、こういうことしないと飽きられますからね。うん、アキラは実直な感想をポツリと漏らす。うるせえな、人のプライベートを詮索するね。そんなこと言ってもね。アキラは英作に向かって再度ねと同意を求める。英作も申し合わせたようにねと声を重ねた。プレイバリューの多さは男の解消。その通りだ。それを受け止めるのが女の解消ってもんだ。
嬢ちゃんもよく覚えときな。でもね、これくらいできないとね、ほんと飽きられるぜ。うん、そんなもんかしら。そんなもんですよ。あのな、この状況で何の話をしてるんだよ。いいから行くぞ。おうおう、行こう。じゃあ潜入か。斉藤は話を打ち切ると草むらへ飛び出し、職員用の、通用門へ歩き始める。栄作と明もそれを追った。まあちょっとこれ病院編長くなりそうだな。まあどうなんだろう、まあどうなんだろう、病院編って全然覚えてねえんだよな。なんかなるべくノーカットで行きたいしな。というわけでちょっと今回ちまちまとなっておりますが、次回病院潜入からじゃあ行きましょうか。今回は病院入るところまでっていうところで、変なところで切っちゃいますけどね、あんまり長々撮ってもねしょうがないからね。というところで今回はここで一回動画的には終わりにしたいかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブース島でした。ではでは。こういうブース島見せんなら見せて。ご視聴ありがとうございました。続きの見たい方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。常識では考えられない発言コンストラクションブース島、あなたが体験するのは明日かもしれない。